岩佐真由子という人間は自由な人間です。基本的にサバサバしてるんですけど、マイペースで、なんかテンション高い時は一人で勝手なことやってたりするんですけど、眠い時はずっとぼーっとしてたりとか、なんだろう、動物に例えると猫とかそういうタイプだと思います。岩佐真由子17歳です。あれ、好きなものは甘いものとラーメン、嫌いなものは辛いものとピーマン、特技はホルンとお菓子作りかな。現役の高校3年生です。将来どんな恋愛をしたいか、将来なんだろう、安定した楽しい、なんだろう、そんな恋愛がいいです。酸っぱい。私は筋肉フェチの匂いフェチですね。どういう筋肉が好きかっていうと、なんつうんですかね、腕とか足の筋肉は結構いろつけやすいじゃないですか、腹筋とかね。背中の筋肉と一番大事なお尻、お尻野球選手とか水泳選手とかのキュッてなってるお尻がいいんですよ。なんかもう、なんて言えばいいんだろうな、片っぽだけキュッて筋肉で動くみたいな。匂いの方はですね、いろいろあるんですけど、よく人にって言われるのが足の匂い。いや、臭いからいいわけじゃないんですよ。なんかちょっとした甘酸っぱい、なんかそういう男臭い匂いが好き。なんかちょっと汗臭いみたいな、めっちゃ汗臭いのは嫌なんですけど、ちょっぴりなんか汗臭いとかそんぐらいのがいいですね。岩佐真由子が考える理想の女性とは、難しいな。強く、賢く、美しくですかね。最近で一番テンションが上がったこと、地元で友達と花火やってた時ですね。なんか火傷したりしてる人もいたんですけど、なんだろう、線香花火が落ちなかったら願いが叶うとか言ってやってる子がいて、それで落とすのに必死だったりとか、なんかふざけ合ってすごい楽しかった。めちゃめちゃ風が強かったんですよ。で、途中でポトって落ちて、その後またついてて、私の線香花火はそれで微妙に燃え尽きてくれたんですけど、途中で落ちたからダメって言われましたね。男の人に言われて嬉しい褒め言葉はかっこいいって言われたいですね。かわいいとか綺麗って言われるよりは、なんだろう、やっぱり男の人から見て、かわいいとか綺麗って普通の表現だと思うんですけど、かっこいいって言われるとなんとなく勝った気分みたいな。もしも私と付き合うとお金がかかりません。なぜかというと、外に出るのもあまり好きじゃないし、なんか高いご飯もあんまり好きじゃないし、服とかもそんなこだわんないし、
あんまりあれが欲しい、これも他が欲しいっていうのもないし、庶民的なんですね基本的に。なのでお金はあんまりかかりません。何をしているときは一番気持ちいい、難しいですね。あ、疲れてお家に帰って布団に入って、あー寝れるっていうときが一番幸せですね。幸せになっちゃった、気持ちいい。あとはマッサージしてるときとか、お風呂に入ってるときとか、寝るの大好きですもん。もう24時間一日中いつでも眠いです。夢はあんまり見ないですね。お母さんとか曰くたまに寝言言ってるらしいですけど、あんまり夢見てるのか見てないのかわからない。好きな男性のタイプは男らしい人、見た目もそうなんですけど、ちょっとワイルドチックで、まあ見た目あんま気にしないな、顔は。なんだろう、基本的に別にそんなすごい優しいっていうのを求めてるっていうよりは、まあ結構自分勝手だけど気が強くて、でなんか大事なとこだけ、いざという時だけ優しいみたいな、そういう人がいいですね。で、なんだろう、一本筋通ったような、そんな感じの私が気が強いんで、私と張り合える、もしくは私以上な人がいいです。引っ張っててくれるような、私に何か言われてはいってなっちゃうような、そんな人じゃ物足りない。将来の夢は、なんだろう、将来の夢、まあやっぱり何て言うんでしょうね、私は女優さんとか歌手とかそういうの特にないんですけど、まあこの仕事の面ではなんだろう、自然体でいてみんなが笑ってられるような人っていうのになりたいなと思うんですけど、基本的には自分が幸せになりたいです。普通に好きな人と結婚して子供を4人ぐらい産んで、まあ普通に普通の家庭で、まあね、子供を育てて学校行かして結婚してでみたいなね、そういう普通の家庭がいいですね。今一番欲しいものは、なんだろう、1ヶ月ぐらい休みあったらいいな。無理だな。半分は休んでダラッダラッダラッダラして、まあちょこちょこ家の片付けなどをやりつつ、残りの半分は遊び倒したいなっていう、そんな願望が。自分の体で一番自信のある部分、いつも足の指って答えてるんですけど、今足がむくんでるのでやめておきまして、じゃあなんだろう、耳？いや耳かな。いや耳でいいな。耳がペコリーンって立ってるんですよ。耳良さそうだねってよく言われるんですけど、あんまり良くないです。ぶっちゃけ耳遠かったり、あんま聞いてなかったり。お風呂に入りながらしちゃうのは、なんかふん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 立てたりとか、あとマッサージとか。自分で足の裏とかキュキュキューンとかマッサージしてたりとか、あとなんだろう、最近多いのは
お風呂の中で寝ること。危ないな。よく歌ってますね。で、うるさいって怒られますね。30歳までには結婚したいです。ね、うちのお母さんが結婚遅かったんで、やっぱちっちゃい頃とか授業参観とかお父さんとかお母さん来るじゃないですか。で、周りの子たちのお父さんお母さんより年が上なんですごい嫌だったんですよ。それもあるし、あとね、うちのパパとママ2人とももう結構そろそろ年がいってるんで、早めに結婚してね、結婚式の姿と孫の姿を見せてやりたいなっていうのと、子供が4人欲しいんで早めに結婚しないとちょっと辛くなるのではないかなというね、その3点が上がりますね。女性岩田真由子を可愛く見せる秘訣、自分であんまり可愛く見せるとかそういうことを意識したことはあんまりないんですけど、なんだろうな、あまりブリブリするのも好きじゃないんで自然体でいることですかね。やっぱりあくまで女の子なんで、こんなにどんなにサバサバしてて男っぽいって言われようと、あのね、普通に生活してる面で可愛い部分で出てくると思うし、まあね、人それぞれどういうとこが可愛いっていうのはあると思うんで、私は素のまんまが一番いいと思います。いつも応援してくれてありがとうございます。岩田真由子は常に元気で、まあ軽くローテーションで、ローテーションじゃない、ローテンションで、まあマイペースで素のまんまの自分なんですけども、毎日楽しく生きてますんで、これからもまあ応援してください。私がみんなに、私はみんなに素のままの自分を見ていいと思ってほしいので、その辺これからもチェックしてみてください。
いまた。あんまり行けないですね。今までどんな制服着てましたか？今まで中学校とかはセーラー服で、前の学校では普通のブレザーでした。そうですね、全然。Thank you.
ょっとこういう感じで、前に。そう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 。はい、そこ。はい。いいよ。はい。はい、こっちかな。顔に火が入っちゃうから、あの、あそこで起きて。はい。でかいよ。皆さんなんかでっかい石持ってますけど。なぬ手元拳ぐらいのでかい石も。本当だ。ここら辺からフレームインです。じゃあ回りましょう。走りますよ。ここは走ります。拭ってセリフェイ。あっちか、あっちって止まった。拭って考えてみる。今同時だとなんかもったいない感じ。オーバーリアクション。でもお仕事とか毎日休みないんですか。そうですね、最近は。映画撮ったんで、それで間日とかあったんですけど。映画ですか。明日から沖縄へロケですね。一泊二日で。何のロケ。山形の。山形の表紙ですか。なんなんだろう。で、沖縄のビーチに行こう。沖縄何回ぐらい行ったことあるんですか。沖縄は何回だろうな。結構行ってますね。ちょこ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 っと行ってるんで。大丈夫かな。やっちゃおうかな。時間。今年で何回目ぐらい行こうか。今年入って5、6回目？分かんないな。4、5回とか行ってんじゃないですか。もっと行ってんのかな。もう全然数分かんないぐらい。分かんないですね。パスポートつかないんで紙も数えられないです。海外は結構行くんですか。海外最近あんまり行ってないですね。やっぱ長いスケジュールをレギュラーあるんで行かなくなっちゃったみたいで。ここでこうやって撮るよ。朝海辺で砂浜撮って水風船やって、はい、あと、もう一個があれなんだっけ。ひまわり畑とか行きますけど、水風船ってさっきもちょっと聞いてきましたけどどうですか。水風船、思った以上に割れない。思った以上に軽く痛いみたいな。痛かった。痛かったですか。ちょっ、いや、そんな大して痛くないですよ。あ、もっとスパーンと割れるかと思ったら、割れないから。撮影ありますけど、頑張ってください。はい。はい、ありがとうございました。やっちゃいますか。やっちゃいます。はい、じゃあお願いします。お願いします。